ありがとうございます。感謝感謝。団長ボイトレ通ってないよ。だって先生逃げちゃうもん。そう、ボイトレの先生いなくなっちゃったしな。去年の2月ぐらいに先生がいなくなっちゃって、そっからは通ってない。うん、息継ぎがわからん。マジな、ボイトレの先生さ、次は息継ぎの練習をしましょうって。息継ぎ、ノエルさんはね、息継ぎが全くできてないので、息継ぎをしましょうって。息継ぎが変われば、息継ぎする場所が分かれば、もう圧倒的に変わりますって言った次の、なんていうの、次のボイトレの時にさ、その当日に電話、ボイトレの教室から電話かかってきて、あ、すいません、担当の〇〇は、ちょっと、やめましたね。嘘でしょ。ねえ、見捨てない、逃げないでや。なんで逃げちゃったの。そんなことってある。しかもドタキャンじゃん、ドチャキャン。しかもやめるまであると思いまして、いろいろ大人の事情があるんかなって思いました。じゃあ次何歌おうかな。終わらせない夏が今僕の心を広げてく、波風笑い声がラカラカララカラカラ、この空雲虹